レストハウス、広島市平和記念公園レストハウスは、広島県広島市の平和記念公園内にある、観光案内所研究計所の元安橋西沈めに位置する。すぐ南に、国立広島原爆死没者追悼平和記念館がある。2010年現在、市が所有し、株式会社 MK 鉱山が指定管理者として運営管理している。 1945年広島市への原子爆弾投下により被爆。現在爆心地から最も近い現役使用されている被爆建物であり、特に原爆被災の中心となった中島地区でほぼ唯一残った戦前からの建造物とされ、旧中島町を説明する看板が付近に立っている。鉄筋コンクリート造りで地上3階地下1階建て。 ここ、もともと管理していた、財団法人広島観光コンベンションビューローが2階以上に入り、1階の土産物店では、広島名産品や広島東洋カープ公認グッズも売れている。2017年現在で、年間20万人以上がこの建物を訪れている。1929年、建築家、増田清の設計と清水組の施行により、 大阪に本店のあった大正屋五福店の新館の店舗として中島本町当時の町名に建てられた。瓦屋根の2階建て木造家屋が立ち並ぶ中、RC 作り3階のこの建物はモダンな雰囲気を持つ新規な建造物として人目を引いたと言われる。ショーウィンドウを備えた1階に加え2.3階も店舗となっており、 当時としては珍しく履物のまま店舗に上がることができた。また最上階の3階の窓からは市内が一望できたという。戦前期の広島で多くの市民に親しまれていた店舗は太平洋戦争勃発後に経済統制、繊維統制令が強化された影響で1943年末に閉店した。これに伴い建物は広島県燃料配給統制組合に買い取られ、 組合事務所として使用されることとなり、燃料会館と呼ばれた。原爆投下時、燃料会館は元安橋を挟んだ対岸の爆心地から西南に約170メートルの至近距離に位置していた。被爆によって屋根が下がり、梁や床が破損して内部は全焼したが、頑丈な造りであったためか全開は免れた。当時、 建物内には朝礼を済ませたばかりの組合員37名がいたが、原爆炸裂に伴う放射線と熱線、爆風のため、29名が即死したとみられている。即死を免れた建物を脱出した8名についても、原爆が炸裂した瞬間に、地下室に降りていたため奇跡的に軽傷で済んだ。野村栄造、当時47歳を除きその後の消息は不明で、脱出後に、 急性放射線障害などで死亡したと推定されている。戦後もしばらくは燃料会館として使用されていたが、1957年には広島市に買収されて東部復興事務所となった。さらに1982年に改装されて市観光協会の事務所となり、レストハウスと名称を改め現在に至っている。2017年現在、 建物内に創建当時の面影はほとんど残されていないが、地下室だけは被爆当時のまま保存されている。しかし、平和公園内という性格上、派手な宣伝や利用が難しいことで、観光客に対しては観光案内所や休憩所としての性格がわかりにくくなっており、屋内も手狭なことから、観光利用の面では不便であるという見方が広がっていった。 そのことが後日の広島市による全面改修計画の根拠の一つとなっていたが、2017年現在では、基本的に現状のまま保存し、耐震改修及び、創建当時の状況への復元という方向での事業計画が進められている。2006年以降、指定管理者制度が導入された。被爆から50年目の節目を控え、市は改めて市内の被爆建物を調べ直した。 結果、1994年に、老朽化が進行し現状保存では、レストハウスとして使用できないとする調査結果が出た、ことから、1995年に、丹下建造監修の元地上部分を取り壊し、レストハウスを新築、地下室のみを保存するという構想を打ち出した。これに、市民団体が反発し、現状保存に向け署名を集め要望書を提出したが、 平岡隆市長は方針を変えなかった。さらにユネスコや文化庁も改修に反対した。特にユネスコは、テストハウスを含めた平和公園一帯は、世界遺産である、原爆ドームの干渉地帯であるため、現状保存さるべきと意見し、さらには建て替えるのなら、原爆ドームを世界遺産登録から外すとほのめかした。これら抗議活動を重く見た。 平岡市長は計画を1999年まで延期すると発表した。1999年の平岡市長退任後、市は財政難を理由に改修事業の再延期を発表し、これ以降数年にわたって市民が抗議活動を行った結果、改修事業自体が凍結されるに至った。二千十四年二月になって、広島市は被爆七十周年事業の一環で、 デストハウスの改修事業の施行を決定した。この事業計画では平和記念公園内で被爆前の面影を残す唯一の建物としておもてなし機能の向上とともに観光資源の活用が追求されることになり具体的には耐震補強のための改修のほか休憩スペースなどの改装が実施されることになった。しかし同年度に行われた耐震診断では 震度6強以上の地震で、倒壊の恐れがあることが判明し、また施向者である、清水建設などに、当時の内装の資料が乏しかったこともあって、本来なら2017年度着工、2018年度観光とされた、事業はやや遅延している。2016年には、戦時下の広島を描いた、片淵主治家監督によるアニメ映画、この世界の片隅に、が公開されたが、 この作品は、町並み復元調査を進める、旧地域住民の協力を得て制作されたことで、大正や五福店であった時代のレストハウスを含む、被爆以前の町並みが映像で克明に再現され、サバイバーとしてのレストハウスに新たに注目が集まることになった。2017年7月の新聞報道によれば、市は、外観、内装を大正五福店当時のものに復元し、館内に、 被爆前の周辺写真パネルなどを展示するスペースを設けて、当時の街並みの賑わいや、原爆の参加を知る説とし、地下室については、被爆時の状態を保存しつつ、より見学しやすいようコースを工夫し、エレベーターを新たに導入するという計画のもと、2019年度の観光と開館を目指すとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。